RCDC2021 ブース紹介でね、ベイブ D さんの方にやってきました。はい、はい、いらっしゃいませ。お待ちしておりました。この2日間の中で一番この時間をお待ちしておりました。もう唯一ね、僕がね、活躍できる時間なんで、頑張っていきたいと思います。いやいやいや、もう本当にね、はい、いつものようなね、滑らかなトーク。ありがとうございます。これぐらいしかできないんで。これから高弘くんのマシンガントークでね。はい。はい、行きましょうか。まずはどれからいきますか、はい、そうですね、まずは、新製品のこのエアームとナックルとかワイパーとかを行きたいんですけど、まずエアームですね。はい。これ、実は、もう昨年度の段階である程度形にはなってたんですけど、そこからかなり試行錯誤を重ねて、結局、まあ、1年越しにようやく発売となりました、はい。まあ、この辺はねもうすでに出ております、はい。でこれに付随してこういったサスマウントですね。あ、これはね、はい、もうこれも細かく種類の方、こんなにいっぱいあるんだ。やっぱり例えば A アームの方だったらそんなにサスマウントを広げたくないとか、うん、あとショートアーム使いたい方はもう極端にアームとか、もうその辺はドリフトって路面がいろいろあるんで、はい、やっぱりどうしても一つでいけるっていう、うん、場所とやっぱり一つじゃいけない場所っていうのがあるんで、やっぱり足回りとかに関してはもうサスマウントの幅をこれくらいいろいろ用意しないとちょっといろいろ対応できないということで、まあ全ての種類をはい用意しております。まあこの辺も素材とかもまあアルミとかもまあ柔らかめのアルミだったり固めのアルミっていろいろ調整できるんですけど、まあこの辺も最近こう低ミュー路面が増えてきて、どうしても硬すぎるとこうグリップが低下してしまうところとかもあるんで、その辺はまあグリップをちゃんとできるようなアルミのまあある程度の柔らかくしたりとか、そういったテストも重ねてやってます。でそれに付随してこういうボールキャップとかこういうのも出してます。まあこだわりとしてはかなりこっちはまあ剛性を高くして、でまあ型も減らして、でなるべくスルスルで、これうちのチタンのやつ使ってまして、スルスルだねこれ。そうで形の方もこういうまあメガネタイプって言われるやつなんですけど、割と薄いと例えばステアリングとか切るときって結構こうボールエンドがいっぱい動くんですよ、はい、でそういうときとかも割と包み込むタイプのボールキャップだと可動域が減っちゃうんで、はい、そこの可動域も考慮してもこういうメガネタイプの形を今回は採用してます。もう本当にこれは4駆ぐらいの切れ角だったらそこまで違わないんですけども、うん、2駆とかだとやっぱりいろんなところが動く量が多いんで、はい、あのこの辺もこだわって作ってます。あとはあの低ミュー路面とかそういうのってもうちょっとしたフリクションがすごく良くない方向に移るんで、はい、そういったまあフリクションをなるべく減らすようにこういったボールエンドもこだわって作ってます。なるほど、はい。でプラスこれも出すんですよね。そうですね、これサスマウントブッシュですね、はい。まあ、この辺も細かくできるようになっております。この辺も随時も発売してます。あ、してます。基本的にはあの RCDC に関しては発売されてるものしか使用できないので。あ、なるほど、はい、ね、なんとかギリギリ間に合って、はい、発売となってます。はい、行きましょうか。次行きましょうか。はい、じゃあ次はこれもねかなりね皆さんお待たせしましたということで、待望の、はい、まあ、ステアリングワイパーとあとナックルですね、 SG ナックル。はい、まあ、やっぱりあのワイパー今までいろいろなワイパー研究してきて、で特にここ最近はあのフロントの軽量化っていうのがすごく問われてて、ってなるとやっぱりどうしてもサーブをこうバックさせた方がやっぱりここの重力ってすごい大きいんで、まあここをバックさせるためには逆にまあワイパーでないとまあできないので、でまあその中でこういったあの赤マン調整できるような形式にしたりとか、あとは今映像でちょっと映るかどうかわかんないですけど、ここに3手メモリ書いてあると思うんですけど、ここに3度って、はい、3度、はい、はい、これがあのワイパーの傾斜角なんですよ、うん、でまあこの傾斜角もだいたい今そのフロントのキャンバーだったりとか、はい、キャスターっていうのはかなり皆さんあのもういいところが出始めてて、うん、でどのお客さんもそんなにそこを例えば人によってキャンバーが10度も20度も違うとかそういうわけではないので、はい、もうそれに合ったそのワイパーの傾斜角、でこれによってそのフロントのバンプ変化とかそういうのを抑えられたりとか、そういったところもいろいろ計算して、あとはこのナックルですね、はい、ね、今までもともと出てたやつはどっちかっていうとあの横野さんのスライドラックとか、はい、ああいう用の切れ方に対してのナックルで、今回の新しいナックルは本当にここのワイパーに合わせてもうドンピシャの位置だから、本当に一切穴っても1箇所ずつしかなくてもう選べない、はい、まあ逆に言うとまあ悩まない。であの自分のブログなんかにも推奨値とか全部書いてあるので、はい、まあ、その辺も見ていただければドンピシャのところが出るかなと思います。あれ助かりますよね、高井君いつもちゃんと公開してくれるんで。そうですね、やっぱりその最低限やっぱメーカーが公表しないと、はい、
特にここ最近ってすごい新規の方とか増えてきてる、うん、まあ、とはいえコロナとかがやっぱりあって、僕もいろんなところに全国にレクチャーイベントとか回れないので、はい、まあ、やはりそういう SNS とかをうまく利用して、まあ、なるべくその悩みを解決してストレスなくね、ラジコンライフやっていただければと思っていろいろ公表してます。ワイパーは、はい、YD2 のワイパー仕様の車からのコンバーションと、うん、あとスライドラックからのコンバーションの2パターンの種類がありまして、はい、基本的にはまあこのブリッジがついてるかどうかだけなんですよ。で、ワイパー仕様の人はもともとこのままこういうブリッジもなくて、まあ、7000円ぐらいで買えるワイパーだけ買っていただければいいんですけど、スライドラックの場合っていうのはちょうどワイパーが来るところにまあ台座とかがついてて、そのままのブリッジを使うとワイパーに当たっちゃうんで使えないんですよ。なのでこのブリッジを買って一緒にセットで出てるんですけど、そこを買っていただければ対応できるようになってます。はい、YD2 にも、はい、そのままつきます。 YD 系は基本的にそのままポン付けでいけます。あ、これ調子いいね。そうですね、やっぱり YD2 のユーザーさんは本当に多いんで、うん、まあ、そこにまず使えるっていうのは一番重要かなとは、はい、思いまして、結構ドライバーとかでワイパー好きな方、特にコンペ系だと多いんですよ。基本的にスライドラックってそのハンドルの切れ方的にこう常にフロントがこうじとじとっていって安定感高くて、はい、でワイパーはどっちかっていうと本当切れ味抜群っていう感じなので、割と、まあ、大会とかになると振り出しの切れとか、うん、そういったそのフロントの飛びっていうのがすごい重要になってくるんで、はい、まあ、我々はあとはだからそのさっき言ってたフロントの軽量化、はい、まあ、そういったところも狙って、まあ、ワイパーを選んでます。次じゃあこれいきましょうか、はい、これが三一ハウスさん、まあ、柴田さんですねと、はい、まあ、コラボして作った MC2 ですね、まあ、GRK のコンバーション、はい、ということになってまして、まあ、柴田さんからの方から、まあ、お話しいただいて、まあ、ぜひ、まあ、レイブディさんの味を出した、うん、まあ、コンバーションとして、まあ、見てみたいということで、まあ、うちの方も、まあ、特に最近 GRK すごく増えてきてるので、そうですね、流行ってますよね。はい、うちも乗っかりたいなと思ってもう乗っかっちゃってください。乗っかっちゃってる感じですね。で、一応まあこれは本当にその GRK にうちのつけて、あとオプションパーツとかそういうのも全部組み込んでる状態で、はい、まあ、ざっくり何が違うかっていうと、まずまあメインシャーシとアッパーデッキ、ここはまあうちオリジナルになってます。で、うちのフロントナックルがこうついてるんで、はい、レブリーさんそうだよね。そうですね、はい、でついてるので、まあ、それに対してうちのナックルだとちょっと今の純正のクランク位置だとバンプ位置とかが、はい、まあ、うまくいかなかったの で、うん、でそこでこのプレートをさらに追加して、はい、そういったところの、はいはい、適正化も測ってますね。で、こういうアッパーマウントとかも全部ついてくるんですけど、はい、であとこれですね、ショックタワーがアルミ、うん、これがショックタワーになるんですけど、はい、これでまあスペーサーで、まあ、細かく調整、本当細かくできるからいいね。これ以前は普通にショックタワーってこうボン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 って横に開いてたんですけど、はい、実際このショックタワーにして例えば1ミリとかだけ変えてもすごいフィーリング変わるんですよ、うん、ってことは、まあ、逆に言うとフロントとかってすごいシビアなんで、はい、一穴ずらしたんじゃちょっと変わりすぎちゃう。なんで、まあ、こういう方式を採用してます、うん、味あとはあれですね、モーター位置とかも3ミリ上がってます、はい、バルクが上がってまして、でまあそういったところも、まあ、割とこうフロントかなりね、車の方はシャーシ剛性ある程度上げてるので、はい、でまぁ、あ、そこに付随したシャーシロールというかシャーシの剛性感と、あと重心位置をちょっと上げて、はい、まあ、割とこう今流行りの P タイルとか、うん、そういう低ミュー路面に合わせたモーター位置に仕上げています。リア周りはそのエボロさんの部品を使うって感じだ。そうですね、これはついてるのか。あ、そうですね、はい、この辺はついてくるし、ショックタワーとかもまた位置がいろいろ変わってます。結構ガチでぐっつりついてるね。そうですね、まあ、金額の方も結構4万5000円っていうかなり金額はいってしまうんですが、はい、まあ、その分まあこういうバッテリーホルダーとか、ね、そういう細かいところ、まあ、今ざっくり紹介しましたけど本当に細かいところすごくいろいろ入っているので。そうだよね、これはっきり言ったらほぼキットだよね。そうですね、はい、もうかなり大きく変わってますね。ですよね。まあでもね、これでね、MG さんも柴田さんも盛り上がってくるね。そうですね、やっぱり最強座決定戦とか、はい、そういう業界を盛り上げるためにいろいろ柴田さんもやってくれてるんで、うん、まあそことやっぱり協力してやりたい、まあもちろんそれでね、うちの商品もどん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 売っていきたいんですけど、業界トータルでね、盛り上げるとそれが一番いいし、それを柴田さんもやろうと思ってるんで、うん、まあ同じ目線で、同じ方向性でやっていけたらなと。なるほど、はい、もう今勢いがいい2社ですからねこれからグイグイ引っ張っていきたいと思います。頑張りたいですね、はい、はい、次行きましょう。まあこれはもう今出てるあれなんですけど、まあホイールですね、
まあこれに関してはこだわりとしては、まあホイールとかって例えばこういうガンメタとかって、うん、まあ各メーカーに2パターンがあって、はい、例えばこういうブラックのものに、はい、あの塗装するとか、うん、白のものに蛍光色を塗装するっていう感じなんですけど、はい、まあうちはちょっとこだわりとしては、あの裏面というか元々成型色である程度それに近い色にして、はい、でさらに塗装で上塗りしてるんですよ。そうするとあの例えばぶつかって削れちゃった時とかでも下地がそこまで色が変わらないんで。これ塗ってるだけじゃないんだ。そうです。だからこういうところも、まあこれ映像だとちょっと映りづらいと思うんですけど、うん、割とこの面っていうのは、まあ透き通った黄色で、うん、これは塗装してないんですよ。ただ単に本当に着色プラスチックにして、で、それに対してこの表面は少しマット感があるんですけど、うん、この表面だけ塗装してるんです。なるほど。で、この辺の色物は全部そうですね。ライトグリーンとか、うん、こういうのももともとライトグリーンにして、まあさらにこう塗装するっていう。なるほど、なるほど。はい。なんか深みが出ますね。そうだね。はい。さすがレイブディさん。いえいえ。みんなね、精度がめちゃくちゃいいと思って喜んでます。ああ、本当ですか。ありがたいです。まあ、ホイールの方もまた来年年明けたら、いろいろ、もう全く全然違う思考の形とか、まあ、深リムのやつとか、いろいろまだ予定してますんで。まあ、あとは、あの、あれですね。あの、こういうホイールが欲しいとかも、ユーザーさんからどんどんコメントいただければ、その中で、こう、うちらも考えて、なるべく需要のあるものを出していきたいなと。そうですね。はい。こんなホイールが欲しいっていうのは、レイブディさんの方に。そうですね。問い合わせいただければ、この辺までね。はい。お願いします。この辺まで。はい。はい、あ、次行きましょう。そうですね、あとはまあボディとかですね、うん、まあ、これはあのその知り合いのドライバーのリキー選手っていう方いるんですけど、はい、まあ、そちらのカラーリングミステリアですね、まあ、そうです、はい、この辺もねボディ今回も参加選手かなり使っていただいてまして、うん、結構よく出てます。これ実写版も見たけどかっこいいね、まあ、いやかっこいいですね、はい、やっぱりこう今時のこうエッジの効いた感じがすごく評判好評ですね、はい、まあ、ボディの方もねどんどん出していきたいんですけど、まあ、今やっぱりあの他のパーツとかそういうのの開発の方がかなりあの急いでやってまして、あとはまあ来年春ぐらいにはキットのフルキットの方も今随時、はい、準備してますんで、あのここにいたねあの大きいハヤトが、はい、いろいろ頑張ってるんで、まあ、我々もチーム一同、まあ、RCDC ね終わったらだいぶ落ち着くんで、うん、まあ、本格的にテストを始動したいなと思ってますけど、なるほど、はい、まあ、どっちにしてもねいろいろ計画とかをちらっと聞いた話だとめちゃくちゃ忙しいだろうなと、はい、そうなんですよ。あとじゃあこれが最後ですね、レブディのバッグですね、2段ですね、いろんな意味で大物ですね。これいいな、かっこいい、ありがとうございます。一応これで、まあ、取っ手がついてるのだと肩からしょえるタイプ、はいですね、で後ろは、まあ、こういう感じでちょっとクッション性を出してます、はい、でこれ、まあ、特徴としては、まあ、割と大きいんですけど、はい、今のラジコンって例えば、まあ、ディクションさんとかもそうですけどボディとかが 200mm オーバー、はい、でタイヤはもっと出てるで、例えば GT ウィングとかも後ろから生やしたりっていう感じでもう長いし広いし大きくなってってるん で、はい、でそういう時に今の既存のラジコンバッグだとちょっと入りきらない、その辺もあるんでかなりその辺はもう一から作って、うん、よいしょ。でまあ今朝開けるとこんな感じになってまして、はい、で箱の中のサイズがこんな感じですね。で例えばボディを入れると、まあ、かなりゆったりと余裕が、はい、ある感じですね。ちょっと伝わりづらいけどね、かなり余裕です。そう、そうですね、はい、ちょっとこれ左右に動かしてもらっていいですか。ああ、はいはい、こういう感じでね、あと上下にも、はい、こんだけ余裕があります。そうですね、あとまあ持ち上げても、うん、まあ、今これが面ぐらいだから、はい、まあ、全然高さにも余裕が、これも全然ある、はい、これいいかもしれない、はい、まあ大は小を兼ねるですね。プロポとかも、はい、あのいけるサイズなんで本当にこのバッグ一つでもう多分一式全部入っちゃうかなっていう。あ、はい、今度遠征とかでね、僕の中に2個か3個とか、はい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 、これにしようかな、はい、だから容量もかなり多くて本当にここに展示してあるものと、うん、あとまあ中にも今いろいろそのお客様の対応用のスペアのいろんなの入ってるんですけど、はいはいはい、これも全部ここに展示してあるもの全部この中で収まってるんで、あ、本当、はい、容量としてはバッチリあります。やばいねこれ、はい、だからまあ本当に一つで全部完結するので、ね、来月、まあ、本当にクリスマスシーズンぐらいにはなんとか
間に合う予定で、まあ、この辺もね組み立てないといけないんで、我々もかなりここからまだ切羽詰まって、それこそ MC2 とかそういうのも来月の発売に控えてるんで、じゃあクリスマス前には高弘さんからやってきて、そうさんだからやってくるかもしれないですね。まあそうですね、そうそう、そこそういうとこねきっちりしてるんで、そんな感じですかね。はい、分かりました。長くなりましたけど、いい、はい、本当にね素晴らしい解説だ、ありがとうございます、いつも高弘君の解説を聞きながらすごい勉強になります。あ、本当ですか。今は口下手なら全然ダメだ。いや、ちょっと見てますよ、人も。つまらないのばっかり。いや、そういうのがすごくいいと思います。はい、ありがとうございました。優勝目指して頑張ります。はい、頑張ってください。